どうでした？いや悪くないね、うん、S の違い、まずどこが一番になりますか？まあね、やっぱポジションが全然違うんで、はい、うん、まあこっちはね、今時のなんていうのかな、ネイキッドって感じですよね、はい、うん、そうね、なんか CB400 フォアとかそんな感じのポジションかな、うん、まあね、どっちかというとスタンダードの方が楽チームは楽チームですけど、はい、まあこっちはちょっとスポーティーに振ったのかなって感じですよね、うんうん、まあね、これいつものポジションって感じかな、いつものポジション、うん、そういう意味で馴染みがある。いやちょっとね、性格がちょっと違うかなって感じはしますね、うん、スタンダードは本当になんていうのかな、まあ、もう楽チンバイクみたいな感じで、あ、こうすごい楽だな、楽なポジションでこう周りこう見ながらね、キョロキョロしながら走れるような感じですけど、はい、うん、これはどっちかというとちょっとこう前をこう行ってみて走るような感じのね、はい、うん、まあスポーティーな感じになってますね、うん、重心が少し下がってる感じがするんで、まあそれで旋回の感じが出てますけど、はい、まあ、一応これもフロントバイアスタイヤなんですけど、はい、若干ちょっと太めに感じるかな、うん、19インチのスタンダードよりは、うん、後ろのフィーリングはどうですか？まあ、うーん、そうね、まあ通常ね、リアが太くて接地点が外側にずれ始めると、はい、まあちょっとこう重たさが出たりとか、はい、あとはちょっとフロントがちょっと押されるというか、うん、こうまあ少しアンダーステア気味にはなるんですけど、はい、うん、ちょっとバランス取れてるのかなって感じはしますね、はい、うん、ぶっちゃけね、スタンダードは本当に、はい、なんていうのかな、超楽チンバイクで乗った瞬間にこうね、あ、これすごい楽で楽しいなってこう周り景色見ながら走れるなって感じにはなるんですけど、こっちはまあポジションからしてちょっとね、まあなんていうのかな、スポーティーに走ろうかなって感じになります、はい、うん、だからどっちがいいとかそういうんじゃなくて、うん、こっちはね、格好がまずいいし、でもね、さっき開発者の方の話聞いたときに、すごい思い入れが強くね、あんな強く、ある、まあ、まあ、みんな、開発者みんなそうですけども、うん、特になんか本当にね、細かいところまで。若い皆さんが、割と中心になってる人たちが若いっていうのは、本当よくできてますね、これは。うん、伊藤さんから見てもそのクオリティ的に不満を感じる部分はないです？いや、全くないですよね、うんうん、素晴らしい。 S とスタンダードでスロットル のいわゆる月レスポンスとかエンジンのキャラクター的にはその S の、 その味付けどうですか？いや、まあ若干ね、多分インジェクションとかその辺を変えてるんだと思いますけど、はい、そう大きくは変わってないですよね、うん、だからまあ若干キビキビ感は出てますけど、うん、まあこれはこれでやっぱりこうね、350のシングルのこう大らかさがまだ残ってるかなって感じはしますけどね。こんなに実は、スロットルも遊びがゆるゆるだったりするし、うん、まあだからそんなに肩肘張ってスポーツじゃないんだけど、うん、まあ、ちゃんとスポーツになってるっていう。そうそうそう、エンジンの、うん、なんかね、フリクション感が全くないので、あ、はい、そこが一番好きですね。すごい自分気になるんで、フリクションがあるエンジンっていうのが、はい、これはなんかこうトルクがこう溢れてきて、こうなんかスロットルに対してもこう穏やかにパワーが出てくるし、こう溢れてくるような感じがするんで、乗ってて気持ちいいですよね。開け始めのマイルドさも出てるし、なおかつその、まあ、アクセル戻した時のその変なエンブレ感もないし、かといってその減速感ないわけじゃないので、うん、で普通ね、大排気量のシングルっていうと、はい、なんかこうパスパスパスに止まるんじゃないかなとか、はいはい、そういうイメージあるじゃないですか、まあ、これはね、全然それがなくて、本当滑らかにね、まあいい感じですね。自分はちょっとね、実車も乗らないでカタログだけで S 選びましたけども、うん、ただそうだね、乗ってみると意外とノーマルもいいなって感じがするんですよね。だからまあ S の方が全然断然かっこいいし、まあ自分が乗った時にこう外から見てもこっちの方がかっこよくできるんじゃないかなと思うんですけども、まあいろんな意味でこれね、まあいろいろいじりがいもあるでしょうし、うん、
まあ、自分はモディファイしながら乗っていきたいと思いますけども、はい、若干ねノーマルのその良さがその穏やかな感じで乗れる感じがちょっと薄れてるんで、自分はこれをちょっとそっち方向に振って、まあ、なんていうの、スピード出さないで楽しめるようなバイクにしたいななんて思いますけどね。うん、まあ十分ねいいですけども、ありますよね。まあね、これ出ても130キロぐらいなんで高速道路で、まあなんストレスなく走れる、はい、まあ最高速もあるので、まあ90キロ100キロぐらいでロングツーリングするのもいいでしょうし、うん、いろいろ楽しめるんじゃないですかね、これはこれで。これだから本当にあの免許ね、今二輪ブームで免許取れる方多いですけども、はい、これ一番最初のバイクするのがいいんじゃないですかね。うんうん、確かに